あの定期貨客船が堺港へ5年ぶりに帰ってきました。昨日試験運航のため堺夢港ターミナルに寄港したのは堺港市と韓国のトンヘ市を結ぶ国際定期貨客船イースタンドリーム号です。この白いヴィーナスのような船体イースタンドリームがいよいよ堺港へ帰ってきました。これから新しい交流の時代もう一度開いていきたいと思います。2009年に就航したイースタンドリーム号ですが、日韓関係の悪化に伴う利用者の減少や新型コロナの影響で当時運航していた韓国の DBS クルーズフェリーが2020年に廃業、休止を余儀なくされていましたが、韓国の別の運航会社トゥオン商船が運航免許を取得したため定期運航の再開に向け試験運航が実施されたのです。私たちは夢港ターミナル、これもこのイースタンドリームのために作ったわけでありますが、なかなか船体が入ることはありませんでした。感慨もひとしおであります。全力を挙げて準備を進めてまいります。8月3日から週1回の定期運航を正式にスタートさせるイースタンドリーム号、全長140メートル、幅20メートルで6メートルコンテナ130個、車250台などを詰め込み運搬できるほか、定員530人が宿泊できるエコノミーから豪華なスイートまで様々なタイプの客室が用意されています。さらにレストランやコンビニ、ナイトクラブまで船の旅を快適に過ごせる空間が充実しています。飛行機はちょっと目的地に着いた瞬間がちょっとまあ旅行になりますけど、船の場合はちょっと船に乗る瞬間からがそのまあ旅行の始まりだと思いますので、船からちょっと楽しめるようなそういうまあ観光をちょっと作っていきたいと思っております。また今回の試験運航で堺港にやってきた人の中には韓国の観光業界の関係者も。帰港後は鳥取県北栄町の青山豪商ふるさと館など山陰各地の観光地を視察しました。イースタンドリーム号の最終航を新たな旅行商品の開発につなげる狙いです。全世界でも有名なところですので、こうツアーにもこう生かして入れたらいいなと思ってます。いろんな商品が作れたらいいなと思ってます。先ほど午後6時に堺港を出港し韓国へ向かったイースタンドリーム号、鳥取県の関係者も乗船し最終航を迎える8月3日に向けて現地の観光関係者や物流関係者と協議を進める予定です。